はい、ちょっとクリスさんとは別れまして大迫さんと一緒にあの店を出てふらつきまして、何でものあたりですね、南大南大門と書きまして、まあ何でもの方にちょっと向かおうとしております。超都会ですね、この辺はね。いや都会ですよね。あれあれがあれがそのすすなんて読むのか分かんないです。なんかシューレーモン。はい、あ。目の前にですね、ちょっと建物が見えてきたんで、古風なね建物が見えてきました。街中に突如としてあって、あの向こうにやっぱりこの高層ビルが建ってるとか、これがいいですねやっぱね。うわ、こんなビル街に突然出てくる。周りはもうね、こういう街ですよね。ちょっとまあ大迫さんと、街をこっつき歩きまして、ちょっとこっちの方がゴミゴミしてて面白そうだなという感じでちょっと入ってきました。なんか本当商店が小さい商店が昭和な感じ、昭和ってさえまあ日本ですけど昭和な感じのお店が多いですよね。結構デジタル化とか進んでるお国ですけど、まあやっぱこういうなんかお菓子の店とかもね、メガネ屋さんですね。おばさんとかが、昔九州にいっぱいいたおばさんみたいな。ああ、そうですね。おばさんが、はいはいはい。近代化されてないおばさんというか、はいはいはい、なんていうんだろう。昔ながらのおばさん。まあ、大阪ならまだたくさんいるような。その細い路地ですね。大阪感はちょっとあるかもしれないですね。人の近さとか、ね。上野みたいな。ああ確かに、アメ横みたいな、アメ横みたいなね、懐かしさとはちょっと商品自体がすごく昭和っぽさを感じるよね、なんかね。とにかくバッグ屋がやたらとありますね。おばさんが使いそうなバッグ屋さん。なんかすげえ混んでますね。うん、すごいですね。ああ、でもこの辺が多分何でも市場、うん、そういうことなんでしょうね。だと思います。おそらく。こっち行きます。行きますよ。人の多い方になんとなく行きます。金物屋とかもねありますね。金物屋。なんか本当になんか問屋街みたいな雰囲気、まあ確かにその上野っぽさありますよね、うん、ありますね、上野っぽさ、雨横っぽい、うん、平日の昼間ですけど本当多いですね。靴下が大量に、これでも女性ものですかね、靴下が大量に売られてますね。あ、女性のものの、ね、下着とかもありますね。とにかく服のお店が続いてます。ちょっといい感じの、いい感じの階段がありました。ちょっと降りてみたいと思います。あんまりでもね、正面向けるとあれだから、自分の方向けると面白さがあんまり分かんないです。よいしょ。あ、でも女性ものの洋服の通りですね、これね。中年の女性の皆さんがたくさんいらっしゃいます。ちょっと間違いな感じに来ちゃいました、すいません。
こんな感じ。あそこなんか地下に降りるような感じになってます。地下街なんですかね。なんか地下街なのかスーパーがあるのかわかんないですけど、なんかちょっとあったんで入ってみたいと思います。うう日本と階段の幅が違ってちょっとびっくりしちゃいました。あ、すいません。いやいやいや、こんな感じです。カルディみたいな感じですね。で、衣料品もあって、多分普通にあれですね、この上のビルの地下です。で、そこからも入れるみたいな感じになってたんで、あそこから降りてきました。雑さがいいですよね。このね、この段差がちょっとあって地下がこういう風になっているのが面白いですね。日本だったら多分これないですよね。ちゃんと舗装するんだけど。そうですね。この辺の昔の昭和の日本って感じだな。そうなんですよね。昭和感ありますよね。こうそのなんかこう昭和っぽいエネルギーを持ったままデジタルの方も進化してみたいな感じ。なんかそれは国力につながってる感じしますね。なんか閉会のセレモニーですね。今審査員の人がね、審査委員長さんとかね話しているので、もうすぐ企画に与えられる賞というのが、まあ、いくつかあってそれが発表されます。ホスプロのサポートとか、企画開発費のサポートとかというのが、まあ、賞として、ね、与えられます。賞の発表が始まってますね。そんなわけで残念ながら我々の企画は、何の賞も得ることができませんでしたが、まあ、しっかりねちゃんと完成させてみんなをあっと言わしたいなと思いますね、はい。インチョン空港で搭乗手続きを済ませることができました。もう人はねいないですよ。ガラガラです。これ通常だったらめちゃくちゃ並んでると思うんですけど、ガラガラですね。今朝10時11時前ぐらいか。まあこれはもう完全にコロナのね影響ですね、はい。搭乗口に来ておりますが、ご覧の通りもう本当にガラガラですね、はい。で滞在中は雨がね降る予報とかはあったんですけど、すごい持ってくれたんですけど、今朝からすごい、まあ、結構な大雨が降りましてですね、まあ、こっちに向かうタクシーの中はもう本当土砂降りの中で前があんまり見えないぐらいの感じで向かってたら、交通事故起きてましたね。起きてましたね、あの3台の玉突き事故が。であとお店もね結構閉まってますね。なんかその辺にこのトラベルファッションとかってここ書いてあるんですけど、そこも閉まってるし、あとそっちにアイスとかドーナツのお店があるんですけど、そこもねあんな感じで閉まってますね、はい。だから多分まあお客さんがやっぱり少ないから、まあ、開けても無駄ということで閉めてるんだと思います。ガラガラでしょ本当に。向こうからこう来たんですけど、ガラガラです。ずっとガラガラですね。ガラガラです、はい。まあ、でも無事出国はできそうでね、よかったです。めんどくさいでしょ本当に。一昨日こちらでも病院に行って PCR 検査を受けて、で昨日陰性証明をもらって、
でまあこれは 入国の時に必要になるみたいですね、はい、あでもあれ乗る時も見せたかカウンターのところで、そうカウンターのところでも見せましたね、はい、あとねなんか日本入国の時なんかチェックするようにアプリ入れなきゃいけないらしくて、MySOS っていうアプリでそこにいろいろそのコロナの情報をこう登録しなきゃいけなくて、で陰性証明書を出たらそれをこう写真で撮ってアップロードしなきゃいけないとかですね、まあいろいろちょっと面倒なことはあります。ちなみに PCR 検査こちらは日本ではねつばのやつです、こっち鼻のやつでグイってグリ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 ってやられましたね、だいぶ痛かったです。はい、はい、それでは空港で最後の食事を楽しみたいと思います。なんか漬物みたいですね、厚揚げみたいな、プルコギで何頼んだかちょっと忘れました。でこちらご飯です。こんな感じですね、いただきましょう。うん、おいしい。これはほんのちょっとだけ辛さもある。まあ、椎茸と豆腐と玉ねぎ、ネギと牛肉ですよね。あ、すごい。普通に水汲める場所はそこにあるんですが、もう閉鎖されてたので水を購入して飲んでます。なんか亀山さんのやつは冷えたそうです、うん、そんなに冷えてなかった。あそこから取りました。あそこから取りましたけど、私下から取りました。あ、下の方が良かったかな、上から取ったかもしれない。ここで食べたら絶対どれかが汚れたんじゃないかっていう気がします。真っ白真っ白だからね、いつもこう挑戦してるこの子はもうな見た目と汚れまくってるのを なんとか白に。あ、そうなんですか、すごい。僕のふるさとの料理も結構辛いんですけど。ああ、そうなんですか。でも韓国の辛さがちょっと違う感じ。うん、乾燥とかそうですね、もっと香ばしい辛い辛です、うん、はい、ちょうどシアマシルクロードの中国側の、まあ、始まるところとも言えるし、うん、西洋から見れば終わりのところ、うん、そのトレードの最終目的みたいな場所にあるので、うん、そのスパイスルート、トレードがすごい歴史があって、だから中東の料理と結構近いんですよ、うんうんうん、イタリア料理、中東から中国の変化が見える感じです、はい、一般でこう海外で知られている中華はほとんど関東、南の地区の、まあ、香港とか香港を通して世界いろんな各地にチャイナタウンが広げて、うん、僕のふるさととの料理は全然違います。うん、そういう食べたことない中華料理とか食べてみたいですか。ああ、ぜひぜひ、うん、皆さん東中野に来る機会があったら駅のすぐ隣に、はい、アフガン料理があるんですけど、うん、その料理が結構僕のふるさとの料理に割と近いので、うん、アフガン料理って何ですか。まあ、ラムとかトマトベースのこう炒め、鉄板とかで炒めた野菜と一緒に、お肉と一緒に炒めた料理とか。トマト系が多いんですか。多いです。あ、うん、美味しそう。あとナンとか、まあ、麺もありますし、うん、スキップシティのある西川口もね、中華料理はすごい多いですけど、ね、多分なんか地方は偏ってるような気がします。なるほど。だからラムは結構多かった、はいはいはい、ああ
それなりに辛かった。ごちそうさまでした。食器は返却口に返すということです。